広島県江田島市に位置する深井漁港について紹介します。深井漁港には3つの波の目があります。そのうち1つは入ることができなくなっています。この深井漁港は水深が深く砂地になっているので、カレイなど根魚、キスなどが狙い目の場所。釣れる魚としてはカレイ、コブダイ、キヌ、メバル、アジ、スズメダイ、アオリイカ、タチウオ、サワラ、サゴシ、スズキ、シーバスなどが釣れます。駐車場があり、常夜灯もあります。しかしトイレがないので、トイレが必要な方は難しいかもしれません。プラング型の L 字型になっているので角が多くあります。そのためその角でよく魚が詰まっているので、サビキ釣りなどで楽しむことができます。目の内側ではコブダイがよく釣れ、外側ではカレイがよく釣れ、カレイ釣りは青物用のロッドや硬めの基礎竿などがあるといいでしょう。今回はコブダイ釣りということで青物用の針を代用します。この針は2本針になっているので、カキを刺すのにとても便利です。シングルフックだと切れている可能性がありますが、ダブルフックだと見切れする可能性が少なくなって便利がいいです。カキは殻付きのものをそのまま使います。そうすることで餌取りの魚からカキを守ることができます。また PE は3号、ラインは4号程度のものを使います。またカキの殻をハンマーなどで砕きます。あまり細かくする必要はありませんが、適当に細かく砕く必要があります。この砕いたカキにコブダイなどが寄ってきます。そのため多少多めに砕きます。今回用意したカキは約2キロになっています。2キロで約1日楽しむことができました。しかし枝取りの魚の量などによってその量は前後するので、一概には言えませんが2キロ程度あるといいでしょう。あとは餌を落とすところに周りに落とすだけです。今回は竿を2本用意しているので四方に落としています。また落とし込みなので、テーブルからそのまま真下に落とすだけになります。投げる必要などは全くありません。また牡蠣の付け方を紹介します。牡蠣の付け方は簡単で、牡蠣の殻を割る、または牡蠣を少し開いてその間から針をねじ込んで貝柱や身の硬い部分、付け根の部分に刺していきます。しかし牡蠣はとても辛く尖っているので、手袋などをしないと手が切れて危険です。ゴム手袋や作業用の手袋を事前に買って作業するといいと思います。また牡蠣は生でも冷凍でも何でもいいと思います。事前に安い時にスーパーので買いだめしておくことをお勧めします。今回は 1.5 キロで500円程度の特売品を購入していました。しかし冷凍していたため身がちょっともろくなって、牡蠣は海底まで落として構いません。その後海底のまま置いておくか、リールを一回しか二回し程度して宙に浮かすという状態の両方どちらかを選択するといいと思います。この外側でカレイ釣りをしていた仕掛けにカレイがかかりました。このようにここではカレイなどを釣ることができます。サイズは30センチ弱とまあまあのサイズでした。まだまだ大物が釣れると思います。しかしこの日はあいにくの不良日でほとんど釣れませんでした。カレイをその場で締めて持って帰ることにしました。皆さんもこの堤防で楽しんでいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。